はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回はレモンのスキンディープというボンゴヘッドがようやく手に入りましたので、これをつけて叩いてみたいと思います。はい、このスキンディープというヘッドね、コンガ版もありまして、僕メインのコンガは今スキンディープにしているので、合わせてボンゴもスキンディープつけたいなと思っていたのが1年ぐらい前なんですけれども、それでずっとね、探してまして、国内の在庫がずっと切れている状態で発注してたんですけれども、待てど暮らせずね、入荷せずと。 まあご時世なんでしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、それでようやくね、今回入荷しましたということで手に入れることができました。ちなみに今まで貼ってたのはレモのニュースキンというプラスティックヘッドです。後でサウンド比較やってみますので聞き比べてみてください。で、このヘッドもね、とってもいいヘッドで、これが悪いから気に入らないから変えたいというわけではなくてですね、まあ主に見た目ですね。このスキンディープという方はプラスティックヘッドなんだけれども、このルックがちょっと本革仕立てというか本革風な プリントになっていますでニュースキンの方はね、つるんとしててザ・プラスチックっていう感じなんだけども、私、こっちの方が、ルックが好みでございまして、えー、こっちにしたいかなという感じなんですねで。僕、ボンゴとコンガを並べて置いた時に、このヘッドのね、見た目が違うっていうのが、ね、ずっとこう、引っかかってたっていうか、気持ち悪かったんですよね。まあ、これ気になるな人は全く気にならないと思うんだけど、僕、めっちゃ気になるので、こういうの揃ってないと。 で今回ようやくこう揃えることができますということでこれから交換していきますはい今まで使ってたやつ外しましたちなみにこんな感じになってます、まあ、金属パーツだとむっちゃ軽いねでこれヘッド交換の時は金属パーツをクリーニングする大チャンスなので合わせてクリーニングもしていきますはいクリーニングといっても全く難しくなくマジックリンなどの油汚れに効く洗剤の中にぶっ込むというだけでございますこれだけでねかなり綺麗になりますのでぜひお試しあれ はいというわけで一旦貼ってみました見た目がねかなりいい感じでございますまだ全然緩いんでこれからチューニングしていきますはいというわけでチューニング完了しました高い方がとりあえずですね G 低い方が D という感じで シューティングしましまたので今まで貼っていたニュースキンと、えー、比較しながら叩いてみますので聞いてみてください。 はいといいう感じでしたいかがでしたでしょうか、えー、僕の感想としてはですね、めちゃくちゃいい。はい。僕、ニュースキンより好きですね。より本側に、えー、近い感じがしますね。ニュースキンは割と広域、高い成分の音がパキーンと抜けるような感じなんで、バンドの中とかだとね、えー、パキパキ抜けて気持ちいいっていうところなんですけども、スキンディープはより本側に近い、ちょっとこう、くぐもった成分、くぐもった倍音が乗ってる感じが、より本側っぽいなという感じです。 えー、叩きやすさっていうかね、鳴らしやすさに関してはニュースキンの方が、えー、叩きやすい、鳴らしやすいと思う方が多いかなと思いますけれども、僕そんなね、バキバキ、えー、叩くタイプのプレイヤーではないので、これぐらいの本側に近い感じの方が向いてるかなと思います。で、今何もしてない状態、ノンミュートの状態で、えー、こんな感じで、まあ、これで十分使えるなという感じなんですけれども、まあ、僕流のね、ミュート術っていうのも少しやっていきたいかなと思います。高い方は 一旦このままでもいいかな低い方だけ少しミュートしていきたいと思いますはいテーピング用のテープをこんな感じに切りまして、はい、こんな感じで中心にウエイトが乗るように貼りますするとはいどうでしょうオープン等でもねトゥントゥントゥンと音が丸まるようになったんじゃないかなと思いますはいというわけで同じシリーズスキンディープのコンガと並べてみましたいかがでしょうかめちゃくちゃかっこよくないですか もうね、これがやりたかったのもう超満足です。はい、といった感じでした気になる方はぜひ使ってみてください。 こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄、再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。